マキ,最高やマキを好きだと叫ぶ試合神奈川ナンバーワンプレーヤー現るマキ一発しかもう勝ち筋ないとこで打つのは神谷は逆に言うと相手何しとるんやって感じやけどやっぱりマキのホームランなんだ打線は水物って言うから元気になってくるのを待つしかないわ打線死んでるけど中継ぎは復調してきてるよなというかマキもやすしあきらも佐野もだけどさ モチベーション高めたら活躍するんだからもう少し維持してほしいわモチベ正直打線は水物だしいい時悪い時繰り返すもんだと思ってるから今は耐えるしかないと思うわずっとこのままやったら終わるんやけど伊勢森原エスコバー俺らにも何か言うことあるよな東に勝ちつかなかったけどまあそんな日もあるやろ東に勝ちやりたかったよなよくやが東のおかげで勝てたとも言える試合やけど東に勝ちをつけてあげたかったの 登録よろしくお願いします。